皆さんこんにちは、マッキーロックです。はい、グロム買いました。実はこのグロム水没グロムです。今回の西日本豪雨災害で被災したグロムです。すっかりも水没、完全水没したグロムです。綺麗な状態のバイク見てみますか。はい、このグロムは、水没してたんで、各部をばらして、掃除しました。なんとね、このエアクリーナーのところから入ったと思われる、泥水が1リットルのオイルと混ざって、はい、全部で4リッターなってたんですけど、はい、すごいです。パンパンだったみたいですよ、うん、で各部、まあこういったところとかね、泥がいっぱいついてました。この裏側なんか外してないんで、まだ 泥がついてると思います。このシラウドとかもここら辺は全部バラしました。はい、でちなみに掃除する前の、この辺の映像がありますけど、その辺の映像はこのぐらいの角度からかな。で、タンクキャップもタンクの中もね、もうドロドロだったんですけど、しばらくの間ね、このタンクの中、こう開けたり閉めたりするとここに泥が溜まってたんですよ。もうこのパッキンの裏側ですね、このパッキンの裏側に泥があったんで、もうそれも外していきました。でただ問題は鍵穴とか、このワイヤー、クラッチワイヤーとかそういうワイヤー、この中とかはもうオイルを注入しただけですね。こういう鍵穴類は、おそらくまだこの中に泥がピッチリですね。はい、ピッチリです。一応ここもバラしました。こういうところもね、はい、ただね、一つライト、このライトですね、ライトはね、プラモデルでもあったように、熱気の部分は泥水でこの熱気のもうメタリックみたいな部分が飛びます。もうこの辺も飛んでますからね。で水もね、しばらく外して家の中で乾かしてたんですけど、やっと乾いたんですけど、もうこの型が残っちゃって汚らしいんで、このここの部分は新品を買いました。これ映ってますかね、反射板のところがね、かなり汚れてますよね。でこの辺とかも、泥が乾いた跡がびっちり残ってます。はい、すっかり使ってたんで、はい、こんな感じですかね。はい、あとちょっと聞いてるのは、この基板を変えました。基板を変えたんで、これ実装はね300キロぐらいなんですよ。走行距離が、トータル35キロ。新車ではございませんけど、慣らしも終わってません。一応そういう話ですけど、はい。あとどうしてもね、水没して、すぐに掃除ができなかったせいか、こういう部分がね、艶が飛んで、その型がついてますけど、どうしてもね、こういう部分に泥が残ってます。あとどこどこで取ったかな。ちょこちょこ掃除したんですけど、やっぱりね、まだこういうところへ泥がちょこちょこ出てくるんですよね。家に来た時はね、バンバンって叩いたりすると、こうきな粉みたいなね、ほこりがね、ボロボロこう何をするにもね、ボロボロこんなの落ちて、拭いてもねきな粉だらけになってたんですよ。ホースのこういう中についたこういう泥、こういう中についた泥取れないですから、かっこいい。はい、基本的にドノーマルなんで、音は静かです。マフラーも、純正マフラーがついてて音は静かです。
新しく仲間に加わった水没グロム君です。はい、まあ、水没グロム君の紹介でしたけど、はい、乗りたくて乗りたくて気持ちはうずうずしてますけど、どうもなかなかね、水没だけにこの休みの日はちょっと水関係が多いかもしれないです。はい、そうですね、まあ、あの見た目はね、これ正直パッと見もう全然水没したようにね、もう完全水没ですから、完全水没したように見えません。ライトを変えるだけで、まあ、あとはもう多分気づかないと思うんですけど、まあ、売る気もないんで、売る気もないし、売る気があってもその、まあ、水没は黙って売る気はないんで、はい、そうです。バレちゃいましたね、バレちゃいました。水没グロム、これから水没グロム君と楽しい思い出を作ろうと思います。じゃあ、皆様、ちょっとまあ普通の話になるかわからないですけど、パソコンも調子が悪いんで、金すっからかんですから、ちょっとまだ先になるかもしれないですけど、はい、まあ、いけたらまたね、動画撮ってアップしたいと思います。それではまあそういうことで今日は勘弁してください。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。